秋田公立美術工芸短期大学は秋田県秋田市荒谷大川町12の3に本部を置いていた日本の公立大学である。1995年に設置され、2015年に廃止された大学の略称はビタン。秋田公立美術工芸短期大学は秋田県秋田市内にあった日本の公立短期大学。芸術系に学科からなる。 法人会以前の設置者は秋田市であった。前身の秋田市立美術工芸専門学校が短期大学へ移行した際に、小菓子、片上市及び南秋田郡に属する全町村で構成される組合律となり、その後秋田市単独の設置となった。2013年に東短期大学を母体として四年生の秋田公立美術大学を開学、これに伴う経過措置として、 公立大学法人秋田公立美術大学が短期大学の設置者、運営者も兼ねた。当短期大学は秋田公立美術大学開学に先立つ2012年度をもって学生の募集を停止しており、在籍する学生が卒業するまでの期間損尊され、2015年10月30日をもって閉学した。 秋田公立美術工芸短期大学は、秋田という伝統工芸が盛んな土地の特色を生かした教育、2年という短期間ながら広く密度の濃いカリキュラムが特徴とされていた。工芸美術学科では、木材工芸、漆工芸、金属工芸、染色、洋芸、絵画の旧コースによって構成されている。産業デザイン学科では、コマースメディアデザイン領域、 デザインサイエンス領域の2コースにより構成。2006年に現在のコースに改変。それ以前は、視覚伝達デザイン、生産デザイン、環境デザインの3コース構成。学科専攻科学科課程卒業後に、さらに1年間専門的な教育を受けることができる。入学試験あり、大学評価、学位授与機構による認定専攻科ではない。 別科付属機関秋田公立美術、工芸短期大学のクラブ活動は、文化系のサークル団体が多いのが特徴で、一部、紹介すると、以下のものがある。秋田公立美術工芸短期大学の学園祭は、桃さだ祭りと呼ばれている。本担大のキャンパスは、通商産業省より、平成9年度グッドデザイン施設認定省、社団法人建築業協会より、 第39回建築業協会賞、社団法人公共建築協会より第7回、公共建築賞優秀賞をそれぞれ受賞している。使用施設は以下の通りとなっている。単大を設置する自治体の一つである秋田市では、平成25年4月を目標に、秋田公立美術大学への移行を計画、文部科学省に設置申請を行い、大学設置、 学校法人審議会により2013年4月の認可答申が出されていたが、田中牧子文部科学大臣は大学新設を認めない意向を示した。しかし11月8日には、田中牧子文部科学大臣が決裁し、文部科学省から翌春の開設を正式に認可した旨の連絡が電話で伝えられた。ありがとうございます。